皆様こんにちは。これより東京都議会議員選挙文京区立候補予定者公開討論会を始めたいと思います。私、本日司会進行させていただきます公益社団法人東京青年会議所文京区委員会の徳山明と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめに本日の開催の目的をご説明差し上げたいと思います。大きく分けて2点ございます。今回の東京都議会議員選挙の有権者の方へ政治参加を高めるために行います。また立候補予定者様のそれぞれの政治に対する考えを広くお知らせするために行いたいと思っております。今回の選挙のスケジュールでございますけれども、告示が本年の6月14日の金曜日、投票日が6月の23日日曜日となっております。本日は6月の8日でございますので、まだ選挙期間中ではございません。本日お越しいただきました立候補予定者の方々には、投票依頼を行うようなこと、また選挙公約となるようなご発言はご注意いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の東京都議会議員選挙での東京青年会議所で設けておりますテーマがございます。20代30代の若者への政治の参加意欲を高めるというものを今回のテーマと書かれております。今回の文京区委員に関しましても、若者に分かりやすい公開討論会を本日行いたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。今回取り行うにあたりまして、私たち文京区委員会では大学生さんに選挙に対する意見を集めてみました。主に集まった意見といたしましては、選挙行為そのものが少し面倒、投票しても何も変わらないと思っている、投票に価値を感じていないなど、少々残念かもしれませんが、大学生といたしましては政治に対して失望しているという意見が多くございました。それに対しても今回の討論会が役に立てばと思っております。そんな中で若者に対して選挙への関心を高めるために、文京区といたしましては情報をより届けやすい形を取るためにインターネットを利用して動画配信を行います。これより公開討論会入りたいと思いますけれども、まず全体のルールといたしましては、発言の順序はあらかじめ決められた乱数表によって私の方でご指示をさせていただいております。またなお、今お座りいただいている座席に関しましても、先ほど行いました9時によって取り行いましたので、公平を保っております。各皆様方の発言に関しましては時間を設けさせておりまして、終わりましたら私の方から合図を送りますので、発言をおやめいただければと思います。よろしくお願いいたします。なお、本日お越しいただいております中で、中谷文隆様が本日ご都合によりまして途中でご駐車されるということになっております。その際は私の方よりお声をかけさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それではいよいよこれから入りたいと思います。まずは立候補予定者の様の方々から自己紹介をお願いしたいと思います。まずはじめに益子様からお願いいたします。こんにちは、益子博樹でございます。私は、1959年昭和34年北海道生まれで、ございます。亜細亜大学の経営学部経営学科を卒業して、会社員として仕事をして、その後、衆議院議員の秘書を6年、務めました。そして、平成3年に、文京区議会に立候補いたしまして、4期14年、務めさせていただきました。その間、平成11年に区議会議長を務めさせていただく機会があって、ちょうど当時地方分権一括法の年ということで、ちょうど都区制度改革という、東京都と23区の仕事の分け方、あるいは財源の調整などについても随分議論をさせていただいたという覚えがございます。東京都議会の選挙に出させていただいて2期当選させていただきました。常任委員会としては経済公安委員会の委員長として、新銀行東京やあるいは築地市場の移転問題などに取り組みをさせていただきました。
その後は防災対策特別委員会の副委員長、あるいは付属機関といいますけれど、東京都私学助成審議会の委員、あるいは都市計画審議会の委員なども務めさせていただきました。現在は都議会民主党の政策調査会の会長代行という仕事をさせていただいておりまして、私ども都議会民主党の政策責任者の一人ということで、さまざまな政策に携わらせていただいているところでございます。以上でございます。はい、益子さんありがとうございました。続きまして宮崎さん、自己紹介をお願いいたします。皆さんこんにちは、宮崎文雄でございます。私は昭和18年3月20日の東京都出身でございます。私立城北高校、そして明治大学商学部を卒業し、その後宝石店を経営し今もやっております。区議会は文京区議会議員としては4期目にあたります。そしてこの間まで区議会議長をさせていただきました。その他予算委員長、決算委員長、議会運営委員長や厚生委員長などさせていただいております。また私の特色はボランティア、ボランティアは宮崎とも言われていましたけれども、民生児童院、保護司、少年補導員や文京区の体育指導員などをずっとやっておりました。特に青少年対策音羽地区の委員長などはずっとこの関係は45年間、会長は6年ぐらいでしたけれども、ずっとやらさせていただいております。また PTA の関係、 PTA の会長や、それから町会では町会長、それから老人クラブ、そういったものをやっております。他にですね、オペラ、それから同様の会、そういったものの相談役をし、またスポーツでは若獅子クラブの会長をやり、少年野球を面倒を見ております。スポーツは得意でありまして、若い時はそれこそ加山雄三ってよく言われたんですけども、今はもうその慣れの果てとなっておりまして、最近は池上彰に似てるよとよく言われております。私は最初にこの議員になる時は新風鬼の会という会を作り、そして行政に物を言っておこうということで始めたわけでございます。これからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、宮崎さんありがとうございました。続きまして、小竹様よろしくお願いいたします。こんにちは、日本共産党の小竹ひろ子です。私は1941年父が教員として赴任していました韓国のスウォンで生まれ、1年余りで帰ってきましたからほとんど思い出はありません。終戦は宇都宮で迎え、市街地が爆撃で真っ赤に染まっているのを今でも思い出します。私の育ったのは東京ですが、私の祖母は広島で被爆をし、背中のケロイドは今でも目に焼き付いています。私の通った小学校は立川基地に直結する青梅街道に面していたために、米軍の軍用トラックなどが我が物顔に走り回り、そしてそこで友達がはねられ、その虫けらのような扱いを受けたのが今でも大変な思いとして私に焼き付いています。憲法を守り、戦争だけはさせてはならない、これが私の政治の信念です。私は1975年に文京区議会議員になり、97年に前任の栗原茂都議から引き継いで都議会議員に2期やりました。私は住民の皆さんの要求を実現するその先頭に立って頑張ってまいりまして、要求実現のために頑張ってきました。子どもたちの医療費の無料化や、ポストの数ほど保育園を作らせる運動、そしてまた後楽園競輪を廃止、復活反対の運動など、皆さんと一緒にやってきたことは私の財産です。また公益避難場所として、スポーツ広場として、教育の森公園や目白台運動場なども実現させる、そういう点で頑張ってまいりました。
引き続き皆さんの願い実現のために頑張りたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは最後に中谷さん、はい、よろしくお願いいたします。こんにちは。私は中谷文隆でございます。昭和40年12月8日の生まれで、現在47歳でございます。今回の選挙戦3期目の挑戦をさせていただきます。私はこの道に入りましたきっかけというのは、元通産大臣でありました深谷隆先生のもと、今から26年前昭和62年にお手伝いをさせていただいてからのこの道のきっかけということになります。その間さまざまな現場を任され、特に私は文京区を担当しておりまして、この26年の間の文京区としての政治の流れというのは現場を持ち携わってきたものでございます。この秘書の私にとりましての期間というのはとても大事な時間でございました。特に深谷先生が通産大臣をいたした時に、私は小渕内閣、森内閣と2つの内閣に仕える大臣政務秘書官をさせていただきました。その時にさまざまな国際会議、特にASEAN 会議などにも出席同行させていただきました。その時の政治家が果たす役割というものは大変私は感じるところがございまして、私もいつかそういう政治家を目指していきたいということを強く志したのがこのきっかけであります。現在は長女が22歳、次女が18歳、長男が車椅子でありますが9歳で元気に柳町小学校に通っております。はい、中谷さんありがとうございました。それではこれより質問に入りたいと思います。本日の内容でございますけれども、まず1問1答形式で合計3問準備しております。若者と東京について、都議会に関して、ご自身のご政策についてというものを一人一問形式でお聞きしたいと思っております。続きまして、最後にクロストークという形で、若者のための政治とはという形で皆様方議論をしていただければと思っております。それでは最初の一問一答に入りたいと思います。若者の将来に対して東京の環境は整っていますかということで、まず最初に中谷様の方から2分でよろしくお願いいたします。はい、大変幅の広い質問であるというふうに思っています。まあ、私も現在都会議員としてさまざまな手立てを講じている状況でありますけれども、まあ歴史をひも解きますと、新しい時代を作ってきたのはいつも若者でございます。幕末の志士しかり、戦後の本田宗一郎さんや森田昭夫さんしかりですね、やはりその若者がこの時代を変えてきたと。一方で若者は日本のその輝く時代を今知らないまま失われた20年の中で成長をしてきているのも事実でございまして、その不安から逆に安定志向に流れているというのも私は事実だというふうに思っております。若者にやはり私は何よりもチャンスを与えていくということが大事であろうというふうに思います。例えば安く企業を起こそうという若者がいても、その後社会がまた金融機関がそういう方々をどのように支えて応援をしていくかということを我々はきちっと仕組みを作っていかなければならないというふうに思っています。自由民主党としてもいろいろな手立てはこれからアベノミクスの中に盛り込んで進めていくわけでありますけれども、
やはりその若者のチャンスというものを私はこれから政策的にもしっかりと応援をしていきたいと、こういうふうに思っております。はい、中谷さんありがとうございました。時代は若者が作っておると、ただ今の若い若者は知らないことが多く不安におると、それを社会として今後どう支えていくかということで、ありがとうございました。続きましては小竹様、よろしくお願いいたします。私は今の東京都政では若者の将来についての体制は全く整ってないというのを実感しています。特に全国の4分の1の学生さんが東京に集中しているという点でも、学費が高くて奨学金が事実上教育ローンにローン化しているという点でも、そして卒業しても就職口がなくて700万から800万の奨学金ローンの返済だけが残っている、こういう若者の貧困の問題、本当に深刻だっていうふうに思います。大学卒業しても3割の人が不安定な雇用、都内の若者の完全失業率は 7.4% で、他の世代と比べても3ポイントも高い状況です。2人に1人が派遣やアルバイトの非正規雇用、賃金も低く、年収150万以下が8割も占めている状況です。社員も正社員も長時間過密労働、低賃金に苦しんでいる状況です。認可保育所も大幅に足りないし、申し込んでも入れない子どもたちがこの4月には2万4000人にも上るような状況になっている上、家賃が高い若い人たちへの家賃補助制度もなく、都営住宅も建てられていません。国民健康保険加入者の3分の1が若者、高い保険料が払えない深刻な状況が生まれています。このままでは日本の将来どうなるのか危機感を抱いている状況です。若者が安心して暮らし、働き、結婚し、子育てができる、こういう環境づくりは都政の第一の緊急問題だというふうに思っています。はい、小竹様ありがとうございました。主に東京の若者に対する環境はまだ整っていないということと、金銭的負担がまだ大きすぎるということで、それについても今後お願い語っていただければと思います。続きまして益子様、よろしくお願いいたします。はい、若者の将来に対して東京の環境はということですが、東京の前に日本の環境を見てみますと、昨年国連のユニセフが、の研究所が先進諸国の子どもたちの貧困率というか相対的貧困率というのを出しました。私もショックでしたけれど、OECD 35カ国中9番目に高いということで、しかも GDP が高い先進諸国20カ国の中では4番目ということで、この相対的貧困率が高い、そのためになかなか結婚も守らないような数字もあります。そういう意味ではこの非正規雇用をはじめとする雇用の問題、これが非常に大きいというふうに一つ思います。それとやはり国の問題になりますけれど、財政赤字が大変大きい、1000兆円とも言われている中で、これが将来世代に世代間格差として責任がいってしまう、これを何とかしなきゃいかんというふうに国レベルでは思いますし、あるいは年金をはじめとする社会保障制度も、これさまざまな研究者が研究してますけれど、やはり年代によってもらえる額、むしろ払う額が大きかったりということもあって、この社会保障の世代間格差というのも大変大きな課題問題だと思っております。そういう意味ではですね、民主党政権でもチルドレンファースト、あるいはコンクリートから人へという中で、公立高校の無償化ですとか、さまざまな手当てをしてきました、けれど、やはりまだまだ課題は多いなというふうに思っております。東京で言えば東京お仕事センターなどをはじめ、就業分野については都議会でも随分さまざまな議論があって、そのについてはかなり成果を上げつつあると、他の道府県に比べてはいいのかなとは、そこは思っています。以上です。はい、益子様ありがとうございました。
主に社会保障として整っていない部分が多いのではないだろうかということでございました。それでは最後に宮崎様、よろしくお願いいたします。はい、私もやはりマクロ的にものをちょっと考えてみました。まあ、若者が将来ですね、まあ、過酷なほど少数高齢化社会を迎えるわけですから、今でさえも国は国債が約1000兆円を超え、まあ、若者に負担を与えているわけであります。国の一般会計は税収が約43兆円、歳出が100兆円を超えています。歳出に対する税収が 40% 余りに過ぎないということは、これはまあ歴史上日本ではまあ2回しかないんですね。それで幕末維新の数年間と太平洋戦争の敗戦の前後です。敗戦時の財政状況と同じということは超財産なんだということが言えるのではないかなと思います。これはもう日本の構造的な問題であって、そのためには体制を改革する、つまり維新が必要ではないでしょうか。私は10年前から東京都構想を打ち出しておりまして、東京の23区を8区に合併させ、区長は8名、議員や職員は3分の1にして民間人を導入するような形で統治機構を変えることが、そういった改革が必要であり、そして若者に対してそういった環境を作ってあげて、いろいろな彼らのいわゆる夢を叶えてあげる、そういった統治機構にしていきたいと私は思っております。はい、宮崎様ありがとうございました。全体的に日本の構造のところから立て直す必要があるかということだったと思います。一問一答の一問目に関しましては、各それぞれのご発表に関しまして質疑応答を設けております。それぞれの方々の先ほどのご意見をお聞きになられまして質問をしていただければと思います。質問時間は1分に対しまして、回答を2分でお答えいただければと思います。それでは初めに宮崎様からお願いいたします。これは、はい、誰かに質問しそうですね。今他の方々の、はいはい、内容に関しまして、もしお聞きしたいことがありましたら、はい、まあやっぱりお隣の、小竹さんにちょっとご質問するんですけど、やはり少子高齢化社会を迎えにあたっては、まあ、どのようにこれからやっていったらいいかということをちょっとお聞きしたいんですけど。大丈夫です、はい。それでは少々お待ちください。いいですかね。はい、じゃあ小竹さんお願いします。まあ、少子高齢化社会を作り出したのはやっぱり政治がそういう状況にさせてるっていうふうに思うんですね。で、若い人たちが本当に暮らせる、働いて暮らし、そして子どもを育てられるような社会にするっていう点では、やっぱり働く場がきちんと保障されなければならないというふうに思ってるんです。で、そういう意味では私他の方にも伺いたいというふうにも思ったんですけども、やっぱり今若い人たちの2人に1人が非正規雇用で、正社員も先ほど申し上げましたけども超過密労働をし低賃金になってるっていう点など、やっぱり働いたら生活できる賃金を保障するということと同時に、非正規雇用ではなくてきちんと安定した働く場を保障できるような社会にしなければならないというふうに思っています。そういうことを通じてやっぱり子育てが安心できるような状況、その点では社会保障として保育所をたくさん作ることも含め、きちんと賃金と同時に子育てしやすい環境を作る必要があるというふうに思っています。ついでに合わせて伺いたいっていうふうに思ってるんですけども、相対的貧困化や若い人たちが大変な状況に置かれている大元に雇用のが、派遣労働の労働派遣法を改悪してきたこの間の流れがあるっていうふうに思うんですね。それらを進めてこられた政党の皆さんにその点責任を感じていらっしゃるかどうかを伺いたいっていうふうに合わせて質問まで、はい、
後ほどそれはまた回答の順序をお作りいたしますので、総裁にお願いいたします。小谷さん、以上でご回答はよろしいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。では、質問ですね。益子様の方から、はい、どちらの方へという形でお願いします。じゃあ、順番ということで質問した宮崎さんに、じゃあ文教区の待機児童対策について、はい、文教区議会議長で、いらっしゃったので、いろいろご説明をいただければありがたいなと思います。はい、区長や私たちが待機児に考えていったことは、やはり認可保育園をこれから増やしていこうという、認証保育園よりも認可保育園をどんどん増やしていって、まあ、いずれはですね、それをゼロにして、そしてまあ、一番いいことはそれがまた無償になれるように、そういうことも区長とも話し合ってまいっております。やはりですね、今の先ほど小高先生からもお話があったように、やはり子どもたちをきちっとその教育保育をするということが少子化のための一つの手段でありまして、やはりその若い人がそれが負担になってしまったために、子どもが産めないような、そんなような状況じゃいけないために、このところずっと、昨年度も、認可保育園を3つ増やしました。そして、今年度も3つ増やす予定でおります。まあ、そういったことで、私どもが今進めているのは、認可保育園になるべくしておこうと。それで本来いろいろの案もあります。例えば認証保育園をどんどん増やすというような方も言われておりますけども、やはり認可保育園にしてあげるということが重要ではないかな。そういった、まあ、認証保育園でやっていく場合は本当にその補助金をある程度出さなくてはならないんですけども、そういうことにお金もかけるんだったらば、初めから認可保育園を作ってあげることが必要ではないかと私は思っております。よろしいでしょうか。そうそう、よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。それでは次の杉尾に入りたいと思います。次が小高様、はい、1分で質問の方をお願いいたします。先ほど申し上げましたけれども、これだけ非正規雇用が増えていることがやっぱり少子高齢化社会にもつながっているっていうふうに思いますし、やはりその大元にあるのが労働法制を規制緩和をずっと自民党公明党政権そして民主党政権の時にも広げてきたわけで、そういうのが若い人たちの暮らしを破壊するような状況になっているので、非正規雇用を増やしたこの労働法制の改悪についてどのように考えておられるのか、賛成した方々のご見解を伺いたいというふうに。具体的にはどの方へのご質問でしょうか。自民党さんと民主党さんが賛成していらっしゃるから両方でもお一人にお一人かけて、はい、どっちでしょうか。じゃあ自民党さん、私でいいですか。はい、これ非正規雇用から今正規雇用へという考え方で東京都も今進めているわけでありまして、まあ今小竹先生がおっしゃられたのはその国の動きの中での話だろうと思うんですけれども、東京都はやはりその非正規雇用から正規雇用へ若者のチャレンジを応援する若者ジョブマッチング事業とかいろんなことを今やっているわけでありまして、これがやはりその若者にとって大変その苦しい状況を招いているということは我々も都議会自民党としてきちっと把握をしておりますし、この状況は我々はいい状況ではないとそのように考えております。そこでその東京都にも強く申し上げているのは、非正規雇用から正規雇用へ若者を応援しようということで今我々は頑張っているところであります。ありがとうございました。それでは以上をもちまして一問一答の一問目を終了させていただきたいと思います。大変失礼しました。すみません。じゃあ最後にすみません、中谷さん、中谷様お願いいたします。はい、この中で、私は唯一の40代なんですけれども、一番その年が近い、益子先生の方に、子育てについてですね、環境をこれからどのようにしていくか、どのようにしていくべきかということをちょっと
同じ子供を、小さい子供を抱えている、まあ、あの人としてですね、ちょっとご質問したいと思います。どの方へ。私です。あ、すみません、失礼しました。じゃあ、では回答、はい、じゃあ2分でお願いいたします。はい、ありがとうございます。あの今中谷さんから同じ小さい子供を抱えているという話がありましたが、うちは3人ともすでに20代になってしまいまして、もはや小さいとは言えない状況ですが、あの子育ての中でやはり一番今課題になっているのは、あの待機児童対策と同時に、多分保育格差の話なんだろうなというふうに思っています。先ほどあの宮崎前議長さんからあの認可保育所を増やしたいということでお話があって、それはあのその通りだとも思っておりますが、ただ現実的になかなかその認可保育所が増えるスピードと、やはりその待機児童が解消されるスピードが合っていないということで、現実的にはその認可保育所に入りたいという方が入れないと、で入れなかった時に認可外、あるいは家庭的保育、あるいはまああの認証ですよね、というところにまあは入れますよというようなことになった時に、その保育料のシステムがそもそも違うので、認可保育所だとその応納負担ということで、認証だと応益ということで、認可の平均は1万7000円ぐらいだと思いますが、認証の平均が4万9000円ぐらいということで、あの非常にですね、同じぐらいの所得の方の中に認可に入れた方とギリギリ入れなかった方でですね、非常に大きなこの格差が出ているというところが、あの今大きな課題だと思っています。なので、もうすでに議会、都議会でも言いましたけれど、あの今度はあの子ども子育て会議というのを、東京都でも設置することになりました。でその中でですね、きちんと、そういう保育に関すること、をいわゆるその待機児童の解消だけじゃなくて、まあ、保育格差、保育料格差といったものも含めて、しっかりと専門家や都民の皆さんと一緒に議論すべきと申し上げたところでございます。以上です。はい、ありがとうございました。中谷さん、よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。でこちらで中谷さんのお時間となっておりますけれども、よろしい、はい。こちらで、はい、はい。本日ありがとうございました。はい、右手の方から、そちら側の方から、あ、どうぞ、はい、すみません、ありがとうございます。はい、それでは引き続き一問一答を続けたいと思います。二問目の質問でございます。東京都政に対して今の都議会は有効に機能しておりますか、という質問でございます。こちらも各2分にてお答えをいただきたいと思います。まず最初に益子様からよろしくお願いいたします。はい、ちょっといろんな観点があって、なかなか難しいですが、あのこういうことがありました。あの、この4年間の中で言いますと、あの青少年健全育成条例というものを改正する、これはあの性表現に関する条例の改正だったんですけれど、これについて、まあ、都議会がどうするかという中で、私ども都議会民主党、都議会の第一党であることもあり、非常にまあ大きな責任を持って取り組みました。で例えばあの最初に出てきた条例案については、審議会等でもかなり問題があるというような部分も残したまま出てきたということがあって、そういう意味ではあのこのままではどうなんだろうかという議論の中で一旦否決をされることになりました。でただその条例の中身の必要性というものは当然のことは我々も認識していたという中で、改めて都議会で出たさまざまな意見を取り入れた形で出し直してもらうというようなことをさせていただいて、その後2つ後の定例会でこの条例改正というものを可決したという経緯があります。そういう意味では、何も何でも賛成ということでもいけませんし、何でも反対ということでもいけないと思っておりまして、我々としてはですね、そういうチェック機能あるいは都民の意見を反映することができたと思っております。なおあの日常的にもですね、あの何も議会で発言しなくても地域のさまざまな課題を実は各局に持ち込んで、その都度その都度あの解決していることも実はたくさんあります。
そういう意味ではなかなか見えにくいという議論はあるかと思いますけれど、機能をしているのかしていないのかということで言えば一定の機能をしているというふうに私は思います。以上です。ありがとうございました。次の方へ進みたいと思います。宮崎様、同じく2分でお願いいたします。この問題もいろいろの面で考えられると思いますけれども、地方議会の危機が叫べられてから久しいんですね。議会が執行部の提案を追認しチェックだけならば不要ではないかというような声もあります。単なる監視機関にとどまるのか、その存在が根本から問われている、そういった問題もあります。人間代表制ですから議会には議決機関を市長に、そしてこの場合は都知事ですね。で、執行機関の役割もまた双方の機関は原則的に独立の活動を行えるように期待されています。だが議会は執行機関の活動を監視すると、そういった市販機関としての役割が求められているんではないかなと思っております。どちらかというと広い意味でも野党的な意見を言うことが必要ではないかな、そんな思いがいたします。区議会ではこの間実は私が議長の時に通年議会をしました。一年中ある程度先決の問題とかいろいろありますので、やはり一年中やっぱり議会を開いてた方がいいんではないか、そういった声が出まして通年議会を採用するようになりました。都議会の方でもこれ今一つのテーマになっているようですね。もう出ました。そうですね。そういった件でこれからはそういった通年議会をし、都政皆さんにある程度議会がどういったものであるかしっかりと見ていただければよりよろしいんではないかなと思っております。はい、ありがとうございました。では最後に小竹様、2分でお願いいたします。今認可保育園に入れない、介護はもう限界で、特養ホームの待機が740人もいるのではというような都民の悲鳴が上がっています。その上アベノミクスの負担増や消費税の増税ですから、今こそ暮らしを守る都政が求められている時はないというふうに思っています。ところが今の都政は出された重点政策アクションプラン2013では1メートル1億円、総額2兆円もかかる外環道など巨大開発に総事業費の 31% を使う一方、子育て対策や子育て対策は 2%、 高齢者対策は 3% に過ぎません。暮らしと福祉を削りながら巨大開発に熱中する自治体としての責任を放棄した逆立ち政治だというふうに思います。都議会がこういう逆立ちを正せないのは、今自民党や公明党、民主党、維新の会、そしてみんなの党などが知事に何でも賛成、巨大開発を進めるオール与党になっているから。東京新聞もオール与党ではどうにもならないと指摘しています。日本共産党は都議会では8議席ですけれども、都政の歪みをと対決し、無駄遣いを正して福祉の充実に粘り強く頑張ってきて都政を動かしてきました。認可保育園は金がかかるということで、という都に対して国公有地を活用せよと迫って、この3年間では1万7500人分の認可保育所を増設させ、今までの3倍のスピードでやってきました。この力をさらに大きくして、はい、申し訳ありません。今日に関しましては残り一番最後の時間に自由時間フリータイムを設けておりますので、ちょっとお話もらえられましたらそちらでよろしくお願いいたします。では一問一答の3問目に入らせていただきたいと思います。一問一答の最後に関しましては、ご自身が都議会議員になられたときに最も実現させたい施策はという形で設問させていただきました。こちらは少し長めで3分準備しております。よろしくお願いいたします。では最初に小竹さんですね、はい、よろしくお願いいたします。
私がまず4つほどこの議会へ出てやりたいというふうに思っています。その第一は若者の最低賃金1000円以上にする東京ルールを確立すること、中小企業向け予算も倍増させて賃上げを支援するようにしたい、非正規雇用の労働者の待遇改善と正規雇用を促進することをぜひ東京都が先頭に立って やっていけるようにしたいというふうに思っています。2番目は認可保育所を3万人分増設させて、少人数学級も全学年で実施をさせたいというふうに思います。3つ目に特別養護老人ホームを2万人分増設させること、国民健康保険料や介護保険料などの軽減策、シルバーパスを3000円5000円で買えるようにしてメトロにも使えるようにさせたいというふうに思っています。4つ目は木造住宅の耐震化を大幅に促進させていくこと、白ガス管の改修工事に対しても補助を実現すること、急傾斜地危険箇所の耐震診断と対策を工事を図ること、長周期振動の予防対策を図るなど震災対策を強めていきたいというふうに思います。認可保育所3万人分建設するのに必要な費用は780億円です。そして特養ホーム2万人分を建設させるのに必要なのは2600億円です。これら2つをやる上で無駄な外郭環状道路3キロ分で実現できます。このことはまた若者の雇用を増やし中小企業の仕事を拡大する道につながる経済効果も抜群という政策です。ぜひこれらを実現させて若い人たちの雇用を発展できるようにさせていきたいというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。次が宮崎さん、お願いします。はい、ニアイズベターの思想があります。人間は自分のお金を使うときは他人のお金を使うときよりも利口になると言います。このことから身近なところでは、で決めた方が良いという発想が世界的に広がっております。国の中央政府よりも府県で、府県よりも市町村で、公共よりも民間でというこの発想になります。これをですね、大阪都構想では、これを採用しておりまして、24ある、行政を8ないし10の自治区に、区分する、作業が進んでおります。私はやはりこの、当時機構を先ほどから言ってますけれども、変革することによって、行政改革や公民改革を行いたいと思っております。そこで、私は、先ほども言いましたが東京都を8区に合併し、区長を8名、議員職員を3分の1に削減し民間人を採用する、改革を推進していきたいと思っております。そういった民間人を採用することによってですね、またそれとともに、公営企業の民営化を図っていくことが必要ではないかなと思っております。特に先ほどから問題になっております、保育園などは、公設の民営化、これをですね、私は区議会議員の時に一番最初に言いまして、14年前ですかな、巣鴨にあります、保育園をですね、加護町保育園を、60名公設民営化にしたことがございます。またその後もですね、民間人の活用は、指定管理制度などの、採用に活性化を図っておりまして、横浜市の保育園もです、保育所も、民間参入で、待機児がゼロになっております。こういったことから私は、民間の参入ということをこれからもですね、ずっと言い続けていきたいと思っております。そしてもう一つ、
最初に最も実現と言っておりますけれども、もう一つは教育をやっぱり再生しなくてはいけないんではないかなと思っています。教育委員会制度の抜本的改革や教育庁の民間人採用、そういった中で教育の基本条例を設定したいと思っております。こういった改革をこれから続けて、これからやりたいと思っております。ありがとうございました。それでは最後に益子様、よろしくお願いいたします。はい、私がやりたいことたくさんありますが、まずは命に関わることをきちんとやりたいと思っています。3.11 の時に大渋滞が発生しました。初めての経験と言っていいぐらいのことだったと思いますが、あの状態で、もし火災が起きていたら大惨事になっていたんじゃないかという危惧があります。そういう意味ではですね、やっぱり東京の機能をちゃんと保つということが非常に重要なことだということが分かりました。そういう意味でもですね、この帰宅困難者対策については、私自身が防災対策特別委員会の副委員長でもありましたので、審議してきたメンバーの一人でもありますので、この帰宅困難者対策しっかりとやっていきたいと思っています。そのことによりまして、東京で働いている方々が助かるだけでなくて、今申し上げましたように地域もですね、ちゃんと緊急自動車が走れるようになって、助かるということがあると思っています。同時に木造住宅の耐震化については、もうすでに私自身都議会でもかなり具体的な提案をしてきました。文京区の中に木造密集整備地域という地域が2つあって、東京都が支援しているのはそこだけなんですね。でこれはですね、もっともっと広げなきゃいかんと、特に東京都自身が危険度判定をしていて、火災危険度や倒壊危険度が最高レベルというところがあります。文京区内にもあります。そういったところをですね、まずはですね、支援対象にすべきだということをすで、に提案をいたしております。これはしっかりやっていきたいと思っております。それと命に関わることということで言うと、実は救急医療、かつて、たらい回しの事故がありました。二度とこういうことを起こしてはいけないということで、医師や看護師の確保、あるいはチーム医療の推進などを通じて、病院の側のですね、受け入れ体制は随分できてきたと思っていますが、件数が増えているために、実は今救急搬送時間が51分もかかっています。これではですね、いずれまた事故が起きてしまうんじゃないかと大変心配をしています。その意味でも救急隊、現在東京の救急隊は237隊で動いていますが、これ人口比で総務省がある程度指針を出していますが、東京はやっぱ中間人口も多いですし、あるいは一時的に滞在者も多いので、そこはですね、大幅増設をする必要があるというふうに考えています。それともう一つは、先ほどももうお話ししたので、あまり繰り返しませんが、保育格差の解消、数の問題もありますが、保育格差の解消、ただしこの保育所というのはですね、東京都自身が作っているわけじゃありません。区市町村が作るものを東京都がどうやって支援できるかという話なもんですから、私自身は認証保育所に対して運営費をの補助を増やして、それして保育料を下げるということを提案しています。はい、ありがとうございました。以上にて一問一答を終わりにさせていただきたいと思います。今までは一つの問題に対し、問い合わせに対しまして一人ずつお答えいただきましたが、これからはクロストークという形でそれぞれの意見を交わしていただきたいと思っております。お話しいただく内容に関しましては、若者のために東京都の政治はどうすればよいのでしょうか、少し大枠の広い質問かもしれませんけれども、これを見ていただいている若者の方々のために、また将来のためにも東京をどうしていかないといけないかというふうにお話をしていただければと思います。合計時間は全部で15分とっております。各発言に関しましては1分で切っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。一番最初の発言に関しましては、挙手にて選ばさせていただきたいと思いますけれども、発言されたい方いらっしゃいますでしょうか。唇をちょっと切る形で、はい、よろしくお願いいたします。はい、いわゆる若者政策というジャンルっていうのは、多岐にわたっています。なんて言うんでしょうね、子どもたちのこともあったり、あるいは学ぶ期間のこともあったり、あるいは就業の部分があったりといういろんな部分がありますが、それはそれとして各それぞれ充実しなきゃいけないというふうに思うんですけれど、実はなかなかですね、若者が行政や政治の場に
に出てきて発言をしてもらったり、あるいはその企画なんかに参加してもらうっていうようなあの機会が実は日本はすごく少ないんじゃないかというふうに私はあの思っています。であの その面で先進的なのが、まあ、スウェーデンと言われていますけれど、あの例えばあのかつて男女共同参画のテーマのもとにあの女性がいろんな審議会に入るというようなことがあって、随分それが進んできたというふうに私は思っています。そういう意味では、まあ、いろんな審議会などに若者という枠で入ってもらって意見を述べてもらうような場をきちんと作っていくということは、まあ、一つの若者政策を進めていくことができるのではないかというふうに考えていますが、あの直接、まあ、提言というか、あ、じゃあ小竹さんどうぞ、はい、あの我が党は、この間若い人たちにアンケート調査をやりまして、その生活実態だとかいろんな要望を聞いて、ここにあの若者への投資で、日本の未来を開きましょうっていうあの提言を出したんですね。でこの中にあのやっぱり若い人たちが貧困生きづらい、こういうものを打開することがやっぱり日本の未来を開いていく道につながるということで4つの提案をしています。1つは東京から先ほども申し上げたんですが、最低賃金を1000円以上にしていく、で働く人間らしく働けるように後継約条例を作ることや、2つ目はブラック企業ゼロ、サービス残業ゼロ、過労死ゼロ、こういうものをやって若い人たちがあの人間らしく働けるようにすること、3つ目は若い人たちの雇用をあの増やして進学や就職転職などを応援するという公的な訓練機関を充実させること、4つ目は、負担をあの若い人たちの負担を減らして生活を応援するということで家賃補助制度だとか保育料や国保料などを引き下げて若い人たちの暮らしを守る、そういう提案を4つほどやっています。こういうことを通じて若い人たちのが政治、自分たちで政治を変えるような流れを作れればというふうに思っています。以上です。ありがとうございます。いかがでしょうか。はい、私が先ほどニアイズベターのサッチャーとかそれからレーガンが行った新興経営に基づいた投資機構を変革したいということを言っておりますましたが、それはまあ若者のためにこれはなるんではないかなと思っているからであります。よく政治指導とよく言われるんですけども、政治家が行政の仕事に全くできるわけではありません。政治家の役割っていうのは一定の方向性を示してその実現に必要な人やお金を配置し組織が機能する環境を作る、そういった組織マネジメントをすることなんです。ですから個別の政策を実行するのは行政組織にしかできないことなんで、政治をとそれから行政との役割分担の認識を若者の人たちにもはっきりと分かっていただきたいなと思っております。そしてですね、今例えば、若者たちが就職をするとき就職をして、そしてその後今問題になっているのが、ブラック企業なんかがあります。でそういったものに対してはやはりある程度、規制をかける、そういったことが若者たちも自分たちの身を守ろう、そういったことで政治に参加してもらって自分たちの考え、そしてそういった要望をですねはっきりとこの行政の方に伝えてもらいたいなと、そういうふうに思っております。政治に参加していただきたい、そんな思いがいたします。ありがとうございました。マスコさんは若者が政治に積極的にこう触れる体験することによって関心が高まるのではないだろうかというようなことだったかもしれません。で小竹さんは仕組み作りからやっていくとよかろう、いかがだろうかということですね。で宮塚さんに関しましてはその行政がきちっとやるということは当然であるけれども、そのやっているということを若者に理解いただくと知っていただくということが大事かということだったでよろしいでしょうか。
お三人様の方の方向性や若者に対するアプローチというのはそれぞれ全く違う方向に向いていると思うんですけれども、それぞれのお考えに対しては何かご意見とかはございますでしょうか。聞いてみたいこととか、ちょっといいですか。どうぞ。はい、聞いてみたいっていうことよりちょっと私自身さっき言うの忘れたんですけども、やっぱり経済的な支援っていうのはやっぱり本当に大事だっていうふうに思うんですね。で、東京都も職業訓練校やなんかが17校あったのが14校に減らされて、授業料も有料になり教科書代も取られる、そういう状況になってきてしまっているのと、公的な機関としての訓練は正規雇用に非常につながるいい制度だったわけですけども、それが官から民へっていうことで民間委託がに訓練が増えていく中で、やっぱりそういう正規雇用が減ってしまってるっていうふうな状況なども合わせますと、やっぱり東京都が果たすべき役割っていうのは非常に大きいっていうふうに思いますし、やはり今学費なんかも高いわけで、給付制の奨学金制度なども作って若い人たちが本当に学ぶこともそして社会人としての訓練を受けることもできるような体制はやっぱり東京都が率先してやるべきだっていうふうに思うんですね。東京都の予算は先ほど言おうと思って忘れてしまったんですが12兆円でスウェーデンの一国の予算なんですよね。ですからその使い道が本当に若者もそうですし都民の暮らしの方に役立つような使い方をしていくっていうのが今何よりも大事なんじゃないかっていうのを強く感じています。先ほどの小竹さんのお考えに関しましては、例えば益子さんとか何かご意見ございますか。はい、今の職業訓練のお話が出ましたんですけれど、職業訓練というのを充実させていくべきだということは私たちもずっと言ってきてますし、実際に例えば東京仕事センターのようなところで例えばキャリアカウンセリングみたいなのをしたりとか、まあ、職業訓練したりとかで就職先の斡旋というか紹介のようなことも実はしていて、で実はこの平成16年にできてからもう8万人以上の方が実は就職していて、そういう意味ではですね機能しているところもかなりあるので、それについては今後ともその仕事センターのようなところで若者の皆さん向けのメニューを充実させていくということで対応できるのかなと思ってますし、若い人たち結構就職してからもですね意外とこう人間関係とかいろんなことで悩まれてしまうことも多く、そういう意味ではメンタルヘルスの対策なども私たちも主張してきていますけれど、東京都も取り組んでくれてはいます。そういう意味では今後ともですねそういった就職してからの支援というのもしてあげるといいのかなというふうに思っています。まあ、もちろんその前にですね高校生の時代とかに、まあ、民主党政権でその、まあ、宣伝になっちゃうようで嫌ですけれど、実は高校の無償化などを通じて中途退学者が実は半分に減ったんですね。まあ、そういう意味ではですね、まあ、将来に希望が持てるような政策をですね今の小竹さんの話ももちろんですけれどそれ以外にもですねいろんな場面でやっていく必要があるし可能性があるなというふうに思います。はい、今主に若者たちの就業に関しての話が多いかと思いますけれども、宮崎さんそれに関しましては何かございますでしょうか。はい、ですね今貧困による子どもたちを守ろうという条例も作ろうとしてます。実は教育格差それがですね就職にも実は大きな影響を与えているわけです。そういったことからまず連鎖が出てるんですね。やはり例えばお金があまりないようなうちで教育ができない、そして途中で学校を行かれなくなる、そういったことで就職難になってしまう、そういったことがずっと続くとその人が親になってもですね子どもにやはりそのまま連鎖で伝わっているわけですから、その連鎖をなんとか食い止めることがやっぱり重要ではないかなと思います。それにはやはりある程度教育に対してですね先ほど言っておりましたけども高校まで本当に無償にしていく、そしてある程度子どもたちが自由にしっかりとした勉強ができるような
そういった若者に育てていかないと、このままずっと貧困の連鎖が続いてしまって、就職ができない、そういった子どもができてしまうのではないかなと、それを心配しております。ありがとうございました。やはり若者の将来を考えますと就業というところに目が向きがちかもしれませんけれども、今回私たちの取ったヒアリングにおきまして、やはり直感的に将来に対して、政治に対して失望しているというその気持ちに関しましては、何かこうできることはございますでしょうか。はい、何がそのようにさせているかという部分もあるかもしれませんけれども。はい、どうぞ。そういうこともあるんで、ぜひその、何でしょうね、参加してみるっていう、そのそこのところの用意は大人の側でっていうと変ですけれど、した方がいいのかなと思っています。ちなみにスウェーデンは若者の投票率が 70% ぐらいあるそうで、すごい高いんですね。それっていうのはやっぱりこういろんなところにですね、若者がすでに参加してるんですね。だからそういうことを通じて、やはりこう若い人たちにもこう政治と自分との関わりっていうようなことがおそらく認識されていって、その何年もやっていけばこう広がっていくのかなというようなことがあるので、そういう意味ではですね、行政が何かしてあげるっていうだけじゃなくて、やっぱり出てきてもらっていろいろこう感じて体験して喋ってもらって、その上でそれを受けて行政や政治が動くっていう方が、なんて言うんでしょうね、やっぱり中身のあるというか、こう若者の生活に根ざした政策ができるんじゃないかなというような気はします。ありがとうございます。宮崎さん、いかがでしょうか。若者の政治参加につきまして、宮崎さんどうぞ。今スウェーデンの話もよく出てきましたけども、スウェーデンではですね、やっぱり子どもを育てるときにですね、いわゆる保育園に行かせる、しかしそれはずっとその1週間行かせるんではなくて、半分はですね、企業と話し合いをしてですね、半分は自分のところで子どもを育てて、そして半分保育園に行く、半分の日にち、そういうふうに今なっております。それはですね、やはり自分で自分の子どもを育てるということが大変必要であるということから、スウェーデンはそのような形をとっているみたいです。今マスコ先生からも話があったように、若者たちが政治に 70% もこの参入しているということは大変いいことだと思うし、先ほどからお話が出ているように、皆さんでどのような若者がその環境を、そこに入れるような環境っていうのをやっぱり作っていくことが必要ですから、我々もそういった面では保育のその問題もそうでしたけども、若者がそこに参加する一つの手段というものは、我々民間と、そして行政と2つからやっぱりやっていかないといけないんではないかな、そんな思いがいたします。ありがとうございます。では小高さん、お願いいたします。若い人たちが政治参加をするっていうことは、やっぱり政治が身近なものというふうに感じられるようにならないとなかなかいかないかなっていうふうに思うんですね。若い人たちがやっぱり自分の力で自分の考えをこう発言できるような、そういう社会的な保障も必要かなっていうふうに思うんですけども、やっぱり貧困がこれだけ深刻になってくると、なかなかそういうところで、自分たちの問題を考え発言できるような場が作れないような状況もあるというふうに思うんですね。だからそういう点ではやっぱり若い人たちが自分たちで暮らしていける、そういう基本的な土台を作るのと合わせて、やっぱり若い人たち、そういう中で若い人たちの声が反映できるような制度的な仕組みも合わせて作っていく必要があるというふうに思っています。はい、ありがとうございました。誠に貴重なご意見いろいろとありがとうございました。時間のご都合で、クロストークこれにて、終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。それではですね、これから各2分をもちまして、本日少し伝え漏れがあったようなことがありましたら、また他にも最後にお伝えしたいことをございましたら、2分にてそれぞれお時間を作っております。フリータイムということで、宮崎様からもし最後何かありましたら一言よろしくお願いいたします。はい、私ども維新の会が
目指しているのは同州制なんですね。それで、そのことを一つの目標にしながら、地域の試験型同州制をこれからやっていきたい。それは木曽自治体が、つまり、区町村ですけれども、これをニアで最も身近な、存在、そこを、大事にしていこうということです。そしてそれにはですね、公益自治体である同州がそこに、手助けをし、そして国の形をですね、財政改革から言いますと、税収を3対3対1という、国が3割、そして基礎自治体である市町村が3割、それに同州が3割、それで1割は同州間の調整税、そういう形にして、やっていこうというのが維新の方の考えであります。この地域試験型同州制というのは、脱地方集権なんですね。この、同州制はまず、日本全国を9都から12の方に分けます。そしてですね、これに、中央集権のあり方を変えていくわけです。中央、官僚の大改革が必要なんで、6つの、いわゆる官庁を廃止にします。そしてですね、それを全部地方自治体に任せる、地方分権型にしていきたいと思っています。そして、そのためには国が、外交貿易そういったものをやりますが、自衛隊を除くと国家公務員はこれで3分の1になると思っております。こういったことをやりながら、これはですね、前に、国鉄がこのことを同じようなことをやっておりますが、それでは益子様、日本でよろしくお願いいたします。はい、民主党としてはですね、共に生きる社会というか、共生社会というようなものをイメージして、政策をさまざま立案しているわけであります。で、私自身もこう日本という国を考えますと、島国ということもあるかと思います。ヨーロッパですと、例えばフランスが景気が悪いというような時にドイツに仕事に行ったりとかっていうことがよくあるというふうに聞きます。ただ日本人はですね、日本がどんなに景気悪くても日本から出て行ったり出稼ぎに行ったりしないというのが普通です。そういう意味で言うと、やはり日本というのはやっぱり私たちのこの社会の中にどんな状況の人もこう包含していくっていう、そういう包容力のある社会でなければならないんじゃないかなというふうに思っています。それにはもちろんセーフティーネットのようなものも必要ですし、ある一定の競争は必要なんだというふうに思いますけれど、その意味でやっぱり分かち合ったり支え合ったりというような社会をですね、作っていくために、まずは東京でいろんなことをやってみたいと私自身も思っています。で、同時に私も20代の子ども3人いますけれど、確かに昔の若い人のように、そのなんか世界でこんなことしてみたいとかっていう人が、少なくなっているとよく言われますが、ただみんなですね、今の若い人たちも真面目だし一生懸命やってると私は感じます。そういう意味でですね、もう少し何かいろんな世界にを見てもらうとか体験してもらう、私どもギャップイヤーというその大学のちょっとした隙間の期間に体験してもらうことも提案してますけれど、そういう体験経験を通じて、社会に興味を持ったり政治に興味を持ったりして、少しこうなんて言うんでしょうね、社会に出てきてもらうっていうようなことをですね、やっていけばですね、今の若い人たちもっともっと頑張れるというふうに私は信じています。はい、ありがとうございました。それでは小竹さんは最後に、はい、よろしくお願いいたします。私は今の都政の逆立ち状況を一日も早く変えて、やっぱり都民の暮らしや福祉が優先にされる、そういう政治にしなければならないというふうに思っています。先ほども申し上げましたけれども、東京都の予算はスウェーデンの一国の国家予算にも匹敵する、スウェーデンと比べたら社会保障が本当に遅れているのが東京であり日本の実態ですから、そういう点では暮らしを優先にする、そういう都政を一日も早く作れるようにしていかなければならないというふうに思っています。そういう点でやはり、子どもたちの問題、若者の問題、それから中小企業や、そして、高齢者や
などやっぱり一番手助けが必要な部分を充実させる、そういう都政を作らなければならないというふうに思っています。この間日本共産党都議団はそういう逆立ちした都政をと真正面から改めるために頑張ってきたわけですけれども、この力をさらに大きくして、都民の皆さんの願いを実現し、暮らしや福祉が最優先される、そういう都政に変える、このことこそ憲法が生かされた政治だというふうに思っております。これをぜひやり遂げていくために全力を尽くしたいというふうに思います。以上です。はい、小竹さんありがとうございました。以上にて公開討論会の内容を終了しておりますが、最後に参考データといたしまして、過去の都議会議員選挙の投票率の数字を持ってきております。2005年の7月3日が文京区が 48.63%、 党全体では 43.99% で少々上回っております。直近の2009年7月12日に行われたものに関しましても、文京区は 58.17%、 東京都全体では 54.49% ということで、党全体よりは上回っておるかもしれませんけれども、ぜひとも今回の選挙におきましてはさらに若者の意見を取り入れて投票率が上がるようにしたいと思っております。最後に投票の案内でございます。今回の東京都議会議員選挙投票日は6月の23日日曜日となっております。もしこの日にご都合が悪い方に関しましては、期日前投票というものを準備しております。主な日程は6月の16日から6月の22日となっております。文京区の会場は文京シビックセンター1階アートサロン、文京福祉センター、大原地域活動センター、塩見地域センターで行っております。シビックセンターのみ6月15日からやっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、以上をもちまして、これで公開討論会を終わりにしたいと思います。立候補予定者の皆様、お忙しい中本日はありがとうございました。この皆様、投票をお願いいたします。